史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんはソドンの街でランマラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たクラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内してランマラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。カエさん、先見てます。ガンタンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。クラウボーがつけられたんだ。かわせるか。あのルフってモビルスーツに出てこられたらガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、連邦最強の若き。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、どうします。艦長、アムロ総長をお願いしますね。ブラウの報告通り。わかった、船の直縁に回れ。クラウボーなんてよこしやがって。ライトは自分でクリアいいんだよ。艦長は余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かってますよ。そこ、これはどうだ。組める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を見つけた。判断は任せるわ。かわせるか。直撃させる。ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す、この間にタンクをやる。はい、ラール隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を打ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ホワイトベースから通信。ユノ、遅いぞ、何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかな。ホワイトベースが着底したままだ。本来なら取り付いたグフを海面飛行で振り落として上空へ退治してるはずなんだけど。海面飛行？艦内どうなっちゃうわけ。未来さん、無茶するな。でやっということで、うわっ、ふっ、ざ落ちる。くらやがれ。撃ちろ。せい、落ちる。やっ、やっ、
イエス、姉さん。厄災戦の後、失われたとされる技術、荒屋敷システムのデータをね。あ、ポストディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り。エドモントンのブレイク現象を修正する重要なプログラムコードだよ。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。大丈夫かなこれ。ハロ先輩、ちょっと来て。なんだサクラ、なんだサクラ。荒屋敷のデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。
にゃ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 、エラーエラーエラー。ちょっとハロー、さくら、勝手にバグったデータを入力しないで。修正完了。変わったプログラムコードだったけど、ハロー、大丈夫？さくら、もう勘弁しろ、さくら。他にもおかしなコードは直しといたけど、さくら、勝手なことはしないでよね。やっぱり波のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女は管理システムに選ばれた。さくら、聞いてるの？次やったらお仕置き用のコンピューターウイルスを投与するからね。怖い。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。一時はどうなることかと思ったけど、これでエドモントンの町に行けそうね。この G ユニバースに関わる各種データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。Thank you.